ウェイビーいいっしょ。いいっす、うん、そうで今回パンツも買ったんだけどね。ずっと着てられますね、それは。ずっと着てられるんだよ、はい、でこれいいなと思って、白に合うしろ。あ、いい感じです。いやありがとうございます。そういうのも大事ですよね。女子みたいですね。何かモチベーション上がるんですよね。はい、皆さんこんにちは、パナソニック IDS 代表取締役社長の田辺です。ここ最近ね、ジャッジっていうことで決断の話をしてきたので、今回は、この書籍も使って話をしたいなと思うんですけど、これ K&A ですけど決断です。で、これはハーバードビジネススクールのマイケル・ロベルツさんが書いている本でございます。なんかもうフェイスシールドでこっちに入られてるのかもしれませんか。あのこの本はね、一言で言うと複雑でもリスクの大きい意思決定、例えばこれだとエベレストの利益とかケネディの誤算とか、本当にリスクの大きい意思決定を迫られているリーダーに、そのまま決定方法の改善を結構実践的なあのやり方もガイド本みたいな感じになってて、この手の本でガイド本って珍しいんだけどね。なんで、まあ対象はね、経営者とかだけじゃなくてね、マネジメントの人たちとかももちろんそうだし、まあ、なんかのチームとかグループリーダーになってて決めなきゃいけないっていう立場にいる人たちはもう全部あの役に立つんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、で、ね、意思決定の結果って何だろう、3年ぐらいとかしないと分かんないものもあるじゃないですか。それ僕がやってた3年前の科学って今になってみんな成功したとか、よかったねって、人数も増えたねってなるでしょ。3年経たないとさ、分かんないって言っちゃってさ、例えば大きな投資の判断とかをするときにね、3年後いないかもしれないわけです、その投資の判断をした人って。これってちょっと困るじゃないですか。だからこの本の中で終始述べられてるものっていうのは、その意思決定の結果をね、3年経ってよかったねってなっちゃ困るっていうことなんですよね。で、意思決定、じゃあどうやったらそれが分かるかっていうと、まあ終始述べられていることっていうのは、この意思決定 の、 この有効性っていうのを示すのは、もうあくまでも結果を待つんじゃなくて、プロセスそのものにあると。どういうプロセスを経て意思決定をしたか、それによって実行後の成果 の、 あの成功率っていうのが大きく変わりますよってこと、ね、だから決断の本質っていうのは、決断をするまでのプロセスそのものやということをずっと言ってくれてるんですね、終始ね、はい、あるトップの方からね、もうこのすごく大事なことなんだよねって、経営における3つの大事な流れって何だか知ってるかいって言われて、3つの流れ、まあお金の流れですかねって、まあそうだねって、それはそう、あと2つはっていうんで、なんだろう、まあ人物金っていうから、でも人は流れじゃないんで、もう物の流れ、物って何だろう、あ、情報かって、情報の流れですかね、それも正解だと。要は情報っていうのは、途中その部門間で断絶されてしまったらダメだから、会社の中も情報が常に回ってないとね、お金が回ってないんじゃない、あとよく何だか分かる、人の流れって何だろうなと思って、人の流れ、人言えなかったんだけど、感情の流れだって言われた。だからお金の流れがあって、それから情報の流れがあって、で感情の流れがないと会社良くならないって言われて、でこういう情緒的な側面っていう部分を構築するために、この決断の本質の中で言ってることはね、そのなんかリーダーに求められることっていうのは2つです。まず1個は、建設的な意見の対立を生み出せるかどうか、意見をね、対立させなきゃいけないんですよね。で、意見を対立させながらもコンセンサスを築かなきゃいけない。コンセンサスっていうのは、まあなんでしょうね、全部俺は合意したっていう意味じゃなくて、この部分は納得できないけど、その後ろに背景ある背景を理解しているから、もう一旦俺はコミットするよっていうのが、ちゃんとコミットメントができるかどうかっていうのがコンセンサスであって、関与する人たちの高度なコミットメントを取れたら、これはコンセンサス成立する。一個は対立をちゃんと起こしてコンセンサスに取る。対立の起こし方が失敗すると、これ認知的な対立っていうのが大事なんだけど、感情的な対立になってしまうと、もう収拾つかなくなるからね。だからリーダーに求められることは、いかに認知的な対立を作ってコンセンサスを作り出すプロセスを生み出すかっていうのがありますよね。あと2つ目は、決定する方法を決定する。どういうふうにしてそれを決めるのかという方法を決めるところに時間を費やすっていうのが大事。あ、僕が言ってたんですよ。この本が言ってた。僕が言ってたらかっこいいですね。で、まあ、チームとして重大な決定にどういうふうに取り組むかっていう、その決定の仕方を決めること。2個しかないという話ですね。で、僕は、
自分に置き換えてみると、あの確かに情緒的な側面を見ているかな。でだけど認知的な対立をきれいに生み出しているかというと、もしかしたら本当に感情的な対立を生み出している可能性もある。でコンセンサスを作るところは強力なリーダーシップなのか、まあ持って生まれたなんか人間性なのか分かんないけど、雰囲気なのかでうまくみんなが協力してくれてるってところに助けられてるのかもしれないけど、認知的な対立は確かに作っていかなきゃいけないかなっていうふうに思うよね。で決定する方法を決定するっていうのは結構好きだから、あのこういうふうに決めようぜって言われるときに先に決め方を決めることは僕はいろいろ多いので、そこはねストーンと落ちたんだけど、もしかしたら落ちない人がいるかもしれないので、あの決定する方法を決定して決定自体は任せる。だから方法さえ決めてしまったら、あとはケンちゃんがどうしようが、マッキーがどうしようが、飯島さんがどうしようがいいんですよ、任せるから。だけど最終的な承認をする権限は保留するちゃんとっていうのが大事っていう感じかね、うん、まあそんな感じかな。でこれね、この本の本当最後の第9章っていうところで言われているんだけど、まあ、リーダーはその意思の決定の詳細を別に管理するんじゃないと、まあ、優れたリーダーっていうのはその意思決定のプロセスそのものっていうのをちゃんと、まあ、作っていくことができるし、そこに対して影響力を行使するんだって、議論に影響力を行使するんじゃなく決定するプロセスに影響力を行使する。だってさ、議論にさ影響力を行使しようとしたらさ、同時に10個も20個も決断できないじゃん。で他人の意見とか知恵をこう進んで取り入れて、まあ、しっかりとこう判断して、だけど、まあ、主導権は握っておいて最終的な承認権は自分で保有していくっていうことが大事です。で僕はこの2つに対してもう追加するとしたら、それを早くやるからね、めっちゃくちゃ短期間で成功事例を作っていかないとダメ。この本の最終章では経営者が意思決定において犯す最もありふれた原因は正しい質問ではなく正しい答えを見つけることに重きを置いてしまったっていうふうに書いてます。だからどんなに難しい問題があったって、組織のリーダーっていうのはまあ最善の回答を得るためのプロセスに重きを置かなきゃいけない、まあ、何回も言われてるよね、この本だからね、っていうふうに書いてますね。それが真の優れたリーダーであるということですね。でだからまあ決断において大切なのは、その決断においてその繰り返しでやっているっていう認知的対立をどういうふうに起こせるかっていう習慣っていう部分をどう組織に根付かせるか、だから常に僕らは認知的対立を起こせるような習慣を組織に埋め込んでいかなきゃいけないみたいなね。あの認知的対立と感情の対立ってさっき言ったように絡まってて難しいって言ったじゃない。でなんで難しいかっていうと、認知的対立を引き起こそう引き起こそうとしても、やっぱり討論の中では人って意見と自分のなんか人格が重なって把握してる人もいるんだよね。だから意見を否定すると自分の人格もこう否定されたと思って、そういう批判に対して防御的な態度をこう示す人がいると、もうこれ結構多いんだよね。僕ももしかしたらそうかもしれないよ。でその討論がそのやっぱり加熱すると意見のその相違っていうのは個人攻撃になってきて、やっちゃいけないってみんな思ってたけどね。でこういう個人的なマスは感情的対立っていうふうに言われてて、だから難しいんだよ、いかにこの感情的対立を引き起こさないように認知的対立、本当の意見同士の対立を作るかっていうのがもう至難の技だと言われてます。でこの2つの形態に対しても絡まってるから、まあ、それを時々遭遇することができなければそれは有害な対立を招くだけになってしまうんだけど、でも、まあ、その感情的対立っていうのはね、コミットメントを低下させるし、後々ね尾を引いて、その決定だけじゃなくいろんなところに尾を引くから、共通の広がりを理解の広がりを阻害してしまうんだけど、これね方法論を書いてます。でどうやったらそのね、あの感情的対立を起こさないで認知的対立をできるのかっていうのが、まあ、書いてまして、まあ、4C 法とかね、6色ハット発想法とかね、まあ、弁証的討議法とか悪魔の代弁者とかロールプレイっていうのがあります。6色ハット法っていうのが面白くて、自分はこの色をかぶりますっていう帽子をあらかじめ決めてその色で喋る。で要は立ち位置決めるんですよ。あのブラックな立ち位置でいくのか、ホワイトな立ち位置でいくのか、グレーなのか、もう分かってるから、だってブラックの役割なんだからしょうがないでしょ、理解して、僕はあなたの意見を否定したわけじゃない、ブラックの役割だから、とか悪魔の代弁者見てますよね、じゃなく悪魔の代弁者としてじゃあ
発言をします。じゃあ今日はケンちゃんが学問を代表してくださいって言ったら、もうケンちゃんはその役割だからしょうがないっていう、っていう風に別人格、自分がこの人だときっとこう言うんじゃないかって思って、そんなことないよみたいになって、でも認知的対立がそこから生み出されるんだよ。そんなことが書いてあって面白い。だこれはそういう意味でもなんか方法論も書いてあるガイドブックみたいなガイダンスにもなってるので、ぜひね、あの苦手だなと思う人は読んでくれたらなと思います。ちょっと話が脱線するんですけど、この本を読んでて一個ね、面白い話があったんですよね。教訓を学ぶ練習ってどうやって教訓を学ぶんだってね。教訓で学べるんだろう。教訓を学ぶ練習、これ1、我々は何をしようとしていたのか、実際には何が起きたのか、なんかしようとしてたのに何か起きたんですよね。なんでそうなったのか、で次回はどうするか、この4つが教訓を学ぶあの手順だと思います。あ、当たり前じゃんと思ったかもしれないけど、当たり前じゃないんだよ。でこれ昔 YouTube でビジュアルシンキングって話をしたと思うんですけど、あれもそうだったね。今この絵の中で何が起こっているのか、で実際に次は何が起こるのか、であなたどう感じてますか、気持ちいいですか、どうですかっていうことを絵で話してます。ビジュアルシンキングのところの一部分ももちろん入ってるんだよね。だから経営っていうのはそう、やっぱりまあ絵というかイメージというかっていうのは往々にしてすごく大事なのかなっていうふうに思って、何でも言ってますよね。まあ学びというか心理っていうのは共通の範囲にたどり着くんだなってね、まあ、これもちょっとビジュアルセンキングも、もう今一度復習していただいたらいいかなと思います。全部つながってますよね、経営の本って、ね、はい。でまあ皆さんね、あのよくご存知のトップマネジメントの方から実はこの本は僕が教えていただいた本でございます。今本当にサクッと喋ったんでね、ガイドライン中にいっぱい書いてあるんで、それを使うとね、あ、こうやってこの方たちは何万人も引っ張るリーダーの方たちは決断をしていくんだなってことが学べると思うんで、数万人出したら数十万人、もしくはケネディさんでもっとですよね、僕の全部みたいなっていうのを読めると思いますので、ぜひですね読んでいただけたらと思います。まあ、今日は決断の本質という話で送りましたけど、一旦これでジャッジシリーズは取りまとめたいなと思いますので、また次の方を楽しみにしていてください。それでは皆さん、決断の本質、経営の3つの大事な流れ、1、お金の流れ、2、情報の流れ、3、感情の流れ、リーダーの2つの役割、1、建設的な意見の対立を生み出すプロセスを決める、2、決定する方法を決定する、決定する方法を決定する、最善の回答を得るためのプロセスに重きを置く、感情的な対立を起こさないで認知的な対立を起こす方法、1、4C 法、2、6色ハット法、3、弁証法的討議、4、悪魔の代弁者、5、ロールプレイ、教訓を学ぶ方法、我々は何をしようとしていたのか、実際には何が起きたのか、なんでそうなったのか、次回はどうするか。